帰ったぞ。お帰りなさい。暑かったですね。暑かったな。あいつから何変わったお人形さんですね。子供の頃俺がこいつを欲しがっちゃったのを覚えちゃったらしいわ。よく途中でありましたね。あいつの形見になってしまったが、昔はねそこらの土産屋で売っちゃったがの。そうですか。佳代さん、こういう焼き物はもうないわね。そうはないね。そげか。山本さんなら作っちゃうなよ。え？おってかい。おう、秀作か。これ山本さんとこで食っちゃうなんて。だがそげなこと言っちゃうかやね。お母さんも佳代さんが。作っちゃったのは30年も昔のことだけんな。あの窯も今じゃがれきの山だわ。このおかげで俺は大損しただけん。もう手に入らんですか。そういう欲しければ母が勝手に作るだわ。そげか。おい、そこ、団子なっちゃうかな。分かっちゃわれ。あいつも行ってしまったか。俺らもそろそろ迎えが食うで。あんた手先が器用だったな。おう。あんたこれ作れるか。なんや、粘土大事だから。本当か。よし、一丁作ろうか。いやいや、忙しいけ俺はダメだ。おっちゃん、親父うるさいだけだけん、どっか連れて行ってごっそ助かわ。なんや、生意気なこと言いさがって。あったあった、たまには俺にもいいよさせろや。たった1個あっただけ。黒いな、このだるまは。一つ、ツーとナーと、釜がいるな。登り釜は壊れたらしいわ。よし、わかった、俺に出てこい。断め。あんたまだ焼き物やっちょがの。関係ねえわ。商売続かないわ。釜だけがしてごさいだな。何、ダメだ。なんで？また損するがな。あの大助の時、席の者が何人もなんなってる。そげん時でも漁師連中がなんて言っちょったか。おろ。お前、覚えちょうわな。だるまはな、さよけのため高いもんだわ。でもな、うちのだるまを持っちょったけん、船が守れんだったの。なんだかんだって言われたかな。誰がそんなこと。うちのかかあもな、とげなことをかわけにして死んでしまったわ。おい、こいつがな、黒いのはな、あんたの神さんがな。だけん、俺は安心して寮に出ちゃったわ。もう、いいんでごせ。さん、三つも持っちゃったかね。一つ足りんな。さっきの黒いのはあいつに渡したまんまだわ。本物がないと新しいのは作れんな。こんな牛の釜使うか。よとだぞ。
憲法愛国でしょ。